美味しそう。まあ、うんうんうん。ああ、喉乾いてた。あ、美味しい。豆腐は下の方。うん、うん、いける？うん。これ余ったら何個買う？あ、そうか、それ。これ美味しい。これでもどこでも売ってんの？売ってるんちゃう？だってスーパーで売ってた。うん。炭水化物、何気に。うん、もう一。どれどれうどん、これ潰していいやつ？うん、潰そう。いいやつ。うん、美味しいな、これ。美味しい？うん、うまっ。面白いな、これ。うん。はい。ちゃちゃずっとここで寝てる。おんの？かわいいね、ちゃちゃ。このずーっと一緒にいてくれた、まあ、先輩上司の人。うん。もうほんま新入社員の時から。ザクラバンとしてるよな。ザックバラン。ザックバ。ザクラバン。そうそうそう。美味しい。うま。うん。なんか。なんで俺ばっかり噛むの？でもな、それはそれで。ちょ、ビールちょうだい。なんかすごい濃厚やな、これ。これはこれやね。ああ、そうだ。ブーシャイクやね、ちゃちゃ。ちゃちゃ、もうやめて、ちゃ。こっちはあかん。まずそのニヤとかただ不具合顔これちえちゃん持ってきてくれたやつと違う、どう違う？ちえちゃんのやつも美味しかったよ。甘み？いっぱいやったから諦めたんかい。みんながそうなったら平和なんかもしれんけどな。先生はいいな。でもさ、今ちょっと記憶曖昧やねんけど、個人の家庭、その場に来てる、説明会の場に来てる個人の人の家庭の環境をなんかバカにするような感じの話をしたんやんか。あ、そうや、
お前んとこの家族仲悪いやろみたいな言うて、説明会に来た人に対して、あもうこれはもう後ついていかれへんわと思って速攻やめた。それエントリーシートも全部提出しとったんやけど、いやなそれな、だから今はやりがいほんま感じてるわ。なんでやって